ルです。今日はですね、夏の特産品ですね、はい、それを使って今日は料理をするんですけど、こちらホワイトコーン。ホワイトコーンといえばね、もう普通のコーンよりは糖度が多くてですね、ほんとサラダとかでも生のままでもいけちゃうようなね、とってもジューシーで美味しいこちらのホワイトコーン、これを使ってホワイトコーンと豚バラ肉のペペロンチーノをですね、作ろうと思います。はい、今日のレシピもですね、非常に簡単ですので、ぜひご家庭でも、ご参考にしてみてください。それでは早速作ります。今日使う材料ですね、こちらホワイトコーン。もう事前に包丁でね、削いときました。はい、そして豚バラ肉ですね、パセリ、麺ですね。よくね、これもうちでね、出てくるもの、万能ペペロンチーノソースですね。こちらを使って、簡単に作っていこうと思います。こちらのレシピはですね、概要欄の方に貼ってますので、ぜひ、ご参照してください。はい、それでは早速始めます。はい、まずはじめにこちら、はい、沸騰したお湯にですね、本来はですねお塩を入れるんですけど、今日は万能ペペロンチーノソースを使うということなので塩を入れません。このままで。ちょっと今が湯がきます。6分ほど湯がきます。豚バラ肉を軽くね炒めます。はい、多少赤いですけど、ここでホワイトコーンを入れます。投入、軽くでいいんでね、うん、こんな感じで炒めて、これ万能ペペロンチーノソースですね。これはね、使う際分離していますので、必ずこのようにバランスよくこう持って、今日はね、1回半入れます。はい、投入します。非常に簡単。はい、そしてこちらに、先ほどのパセリ、こちらの特産物であるホワイトコーンを使ってですね、豚バラ肉とホワイトコーンのペペロンチーノを作ってみました。さらっとスタミナもしっかり取れるような料理をですね、今日は作ってみました。万能ペペロンチーノソースを使ってですね、ちゃちょっとできますので、ご家庭でもちょっと一つ今日の万能ペペロンチーノソースをですね、作っておいて、ぜひ今日の参考にしてみてください。はい、それでは今日の動画が良ければグッドボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お楽しみに。